ニューヨークシティマラソンに参加した大勢のアスリートたち、パラリンピックの車椅子陸上競技 T54 クラスで活躍するアスリートたちオリンピックの7種競技に参加したアスリートたちアスリートとは、スポーツや他の身体運動に習熟している人である。スポーツや身体的強さや俊敏性やスタミナを要求される、ゲームについてトレーニングを積んだり、技に優れている人のこと。 運動選手、スポーツ選手、スポーツマンとも言う。オックスフォード時点では、スポーツや他の形式の身体運動に習熟している人という定義を、メディアムウェブスター時点は、スポーツや身体的強さや俊敏性やスタミナを要求される、ゲームについてトレーニングを積んだり技に優れている人のことという定義をそれぞれ掲載している。 アスリートという言葉は、競技会やコンテストの参加者を意味するギリシャ語のシータラムダイータタウに由来している。この語は、競技を意味するシータラムダ、シータラムダニューカラの派生語である。イギリス英語では、アスリートには、競技的トラックフィールドイベントに参加する人ある。大事戦では、主として、陸上競技、水泳、球技などの選手について言う。 との説明文を掲載している。日本ではスポーツ選手の子が一般的であったが、1990年代後半から英語のアスリートが使われることが増えた。当初、アスリートは陸上競技選手の意味で用いられたが、後にプロ、アマという文脈での使用、そして障害者、プロ選手一般、国際的に活躍するプロとアマ、 スポーツ愛好家全般を含めた仕様へと拡大していった。この変遷には、プロとアマの競技の平等化、障害者と健常者の競技における平等化、体の自己管理、スポーツ権の向上や拡大及び自己表現としてのスポーツといった新しいスポーツ観が反映されている。アスリートや競技について、アマチュアという場合、愛好家、愛する人という意味で、 もともと基本的には、競技以外に、しっかり本職を持っていて、競技を生活の糧を得る手段に使わず純粋にそれを愛好する人のことを指した。それに対して、プロフェッショナルプロフェッショナルとは、競技に参加することを職業とし、それで生活の糧を得る人のことを指す。プロアスリートであれば、必ず金銭的対価を得られるわけではない。 ホーブスが発表する世界のスポーツ選手上位50人の年収順リストでは、アメリカンフットボールバスケットボールサッカーのプロが8割近くを占めており、同じプロでも収入に高があることが伺える。日本のスポーツイベント市場規模は、競馬、競艇、競輪、野球、サッカー、ゴルフとなっており、一部のスポーツを除いた市場規模は小さい。プロゴルファーの上田桃子が、 プロアスリートとして収入を得られないスポーツを先がないスポーツと発言したり、竹井壮が業界のシステムとして給与体系がしっかりしている競技以外の日本一になってもサラリーマン程度のお給料しかもらえない競技だったら、僕はその競技の境界とか業界が成熟するのを待っていても自分の選手人生には間に合わないだろうなと思っていますと発言したりするなど、 プロとして金銭的対価が得られるスポーツは少ない。一般にプロのスポーツ競技者の職業人生は他の一般的な職業と比較して非常に短期間とされる。例えば日本のプロ野球選手の場合平均選手寿命は約9年であり平均引退年齢は約29歳である。また J リーガー、J1、J2、J3 の選手では 2013年2月の時点で1142人いるが、毎年100人以上が新規契約され、ほぼ同数が契約解除されており、統計的には J リーガーの50から60%程度が入団3年以内に引退している。J リーガーに対してアンケート調査を行ったところ、90%が引退後の人生に不安を感じていると回答した。竹井壮は、 プロスポーツを志した時点で、それぞれのスポーツの収入や待遇、その後の生活の選択肢などを考慮すべきであり、そんなことも知らずにスポーツに中高代の10年を、費やす、無計画はダメと警鐘を鳴らしている。スポーツ社会学では、アスリートは、リスクの高い職業であるとされている。井上正は、プロスポーツ選手の専門スキルは、職業特殊的なものであり、 セカンドキャリアを準備するための職業訓練の金要性は一層高いと指摘し、一部のチームで行われているセカンドキャリアの準備の試みを高く評価した。また、体と精神と感情等を自己制御し、刻々と変化する状況を取られて、瞬時に反応し行動するという能力は、スポーツ選手のいわばもう一つのスキルとも言える。これは、 実はいかなる仕事にも適応し得るものとして優れて、汎用的であると主張する。しかし、アスリートの社会人基礎力の欠如や知的基礎能力の低さが指摘されることも多く、元アスリートの産業界での需要は少ない。引退した選手のごく一部は、当該スポーツのコーチや監督を務めるが、ポストにつける人数は非常に少なく、 大多数の選手は、それまでの競技とは関係のない異なった職業人生を歩まざるを得ない。笹川スポーツ財団による調査では、引退後のオリンピアンの正規雇用率は55.7%、年収は300万円以下が最多であった。プロ野球選手の場合、業界で見ると、不動産、不動産投資販売、保険営業、サービス系の営業が多いという。 実業団の選手であっても、競技中心の生活を送ったために車業についていけない場合がある。米国のメジャーリーグベースボールなどでは、現役の選手に対して、選手引退後の人生に役立つような職業訓練を実施している。選手らは引退後、建築に従事する大工、自動車販売業でのカーディーラーの営業マンなどへと転職するなど、様々な職業人生を歩む方が、 一般的であり、現役時代の職業訓練が効果を発揮する。ただし、2009年のスポーツイラストレーテッド誌によれば、NBA プレイヤーの60%が引退から5年以内に自己破産、NFL 選手の78%は引退後2年以内に破産、または経済的に困窮するとされる。横浜 DNA ベイスターズ。 初代代表取締役社長の池田淳は、スポーツで結果を出せず突然首になって、社会とのつながりがなくなったかのような孤立感、孤独感を覚えながら、セカンドキャリアをスタートさせることになってしまうことが多いのも現実です。机に向かって勉強する、困った時に本を読む、文章を書く、しっかりと言葉で表現するなど、人生における学びの基礎がなかなか身についていない。 プロアスリートも多いと指摘し、学生アスリートの段階から教育環境を整備することを提唱している。日本サッカー界では2002年に J リーグキャリアサポートセンターが設立され、キャリアカウンセリングやキャリアデザイン支援を行っているが、職業圧戦機能の脆弱さや現役選手のキャリアデザイン教育の不備が指摘されている。日本野球界では 選手の将来のための職業訓練はほぼ実施されていない。日本野球機構のアンケート結果によれば、プロ野球引退後につきたい職業の一位は、一般企業の会社員となっているが、そのための具体的な支援は行われていない。2014年12月、プロ野球選手会が中心になって、野球選手の再就職を支援するためのインターネット上のウェブサイトが立ち上げられた。 ありがとうございます。